皆さんこんにちは。編集担当のアスムです。皆さんはネット回線はどこと契約していますか？またそのネット回線は安定していますか？今回の動画ではネット回線が不安定すぎてたびたびネット上の話題となるニューロ光が公開したネットワークに関する調査結果を見ていきたいと思います。ということで今回のゲームニュースはニューロ光ネットワークに関する調査結果公開。ゲームにも支障をきたしていたとされた回線異常を部分的に認める。記事はオートマトンより引用しています。ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社は10月12日、ニューロ光に関する調査結果の報告と今後の取り組みについて発表した。インターネットサービスプロパイダニューロ光について利用中のユーザーから寄せられていた事象に対して公式の見解を示した内容を掲載している。公式ページにはニューロ光ネットワークに関する調査結果のご報告及び今後の取り組みについてというタイトルのお知らせが掲載。ネットワークの安定性に関する意見を受けて調査を実施したと説明。その結果発生事象を確認したこと、そして原因について判明したことを報告した。発生事象については限定されたエリアにて帯域が逼迫している状況を確認したと説明。調査の結果ニューロ網内における異常なトラフィックによる帯域の圧迫が判明したとしている。さらにこの事象は9月20日から28日にかけて集中的に発生しており、その後も10月6日まで断続的に発生していたと報告した。また事象が発生した要因についても続けて説明している。要因の調査と対策を進める中でニューロ回線を複数エリアにて多数利用していた特定事業者が管理している端末から異常なトラフィックが発生していたのだという。その後特定事業者からの異常トラフィックを停止し該当機関における本事象について解消済みであることが確認された。今後同事象の発生を確認した回線については通信を停止する旨を通知するとしている。ニューロ光はかねてより利用者から回線速度やパケット損失率についてたびたび言及されてきた。通信のあまりの不安定さにツイッターへのトレンド入りも定期的に起きてしまっている状況だ。またファイナルファンタジー14以下 FF14 ではプロデューサー兼ディレクターの吉田直樹氏が生放送内において明言は避けているもののとある日本のプロパイダに関して苦言を呈するといった出来事もあった。他にもニューロ光では FF14 や APEX レジェンズといったオンラインタイトルの大型アップデート時に回線が混雑しつながりにくくなるなどの現象が発生する可能性があるといったお知らせを定期的に行っている。一向に改善されない状況に対してこうした同じ文言による対応はかえってユーザーの不満が募る結果となってしまっている。その後も光回線としての品質に疑問を投げかける声が続出。9月末にはニューロ光に対して集団訴訟を検討するというユーザーも現れた。こちらのツイートは執筆時点で3万近くリツイートされており多くのユーザーから不満の声が寄せられている。またこうした動きに呼応するように公式ツイッターアカウントの更新も3週間ほど止まっていた。その他公式の宣伝文言から一部が消えたことなども報告されていた。ニューロ光に対する厳しい意見は日を追うごとに増えている状態だ。そうした中で公式からの声明が出たわけだ。ニューロ光ユーザーとしては素直に嬉しい一方と言える。またお知らせではサービス品質向上に向けた今後の取り組みについていくつかの説明がされている。具体的には利用状況に関するアンケートを実施し利用者の意見箱を設置すると報告した。アンケート調査は定期的に実施し初回は10月12日からユーザーへ順次案内を行うと説明。ユーザーから寄せられた意見や要望に対してはアンケートフォームを常設し継続的に改善への取り組みを伝えるとしている。インターネット回線は住んでいる地域や利用状況によっては安定しないといったケースもあり得るだろう。しかし不安定な状況というのは基本的には極めて一時的なものであるはずだ。ピークタイムに高頻度で発生してしまうというのはオンラインゲームを遊ぶユーザーにとってストレスがたまる原因となることは想像に難くない。
また今回の声明において回線の異常が確認されたのは9月末から10月にかけてのことと説明されている。しかしニューロ光の回線速度やパケット損失率については今年に入ってから少しずつ表面化してきた問題だ。今回の調査では問題のすべてが解決には至らない可能性がある。しかし寄せられてきたユーザーからの声に対して公式側が問題意識を持ったというのは問題解決への大きな一歩と言えるだろう。今後の取り組みによってニューロ光のユーザーが一刻も早く安定してインターネット回線を利用できる日が訪れることを切に願いたい。以上が記事の内容でした。それではここでネットの反応を見ていきましょう。異常トラフィック検知後に自動で該当の顧客に対し帯域幅制限とかかけるものじゃないのか、もしかしてノウハウないのか。ニューロには速度改善と安定動作を求む。あとユーザー対応もしっかり、問題点はしっかり開示して。速度が遅いのもそうですが、速度が十分出てる時間帯でもパケロスが頻発するのをなんとかしてください。日中夜問わずです。速度は出てるのにパケロスしまくりで騙されたかのようです。リモートワークだと気になりませんが、オンラインゲームやるとびっくりします。他の大手プロバイダーみたいに異常トラフィック検知がないのがヤバすぎでしょ。ユーザーから遅いって報告が上がってから調べ始めるのも遅い。こういう炎上を場当たり的に収めようとする態度がひたすら油を注ぐだけだとなぜわからないのか。異常なトラフィックをこれだけ騒ぎにならないと調査しない時点でニューロが真摯な態度で向き合う気がないことは明白だろう。8月よりずっと前から不調なので、これはやってる感出してるだけでしかない。それに問題は遅さじゃなくてパケロスなんだよな。パケロス 64% とかサービス提供して良いレベルじゃない。ベストエフォート型の契約であれば何でも許されるわけじゃないでしょ。その文字通り品質の維持向上に努力していなければ納得しないよね。これだけ見ると努力してないよね。いい話聞かないニューロ光で初めて出たまだマシな話けど、普通は常時トラフィック監視しとくもんだと思うんだけど、やはりお粗末感が拭えない。ほんまに改善されるんかいな。つまり俺は悪くねえってこと。以上がネットの反応でした。ニューロ光から調査結果が公開されましたが、ネットでは不満の声は収まりませんね。まあ事実と異なる宣伝文句、障害が発生しても対応が遅く同じ障害が頻発では今さらしっかり対応していくと言っても信用されませんよね。ニューロ光が今後どのようになっていくのか、契約者のためにも真摯に問題と向き合ってもらいたいものです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。あゆなのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。